はい、深夜お嬢会の皆さん、こんにちは、シンです。今日の最後です。今日の最後の動画ですね。まあ、この動画だけにしてるんです、今日は。チョコの奴隷の握手会に行ってきて、グッズをちょっと今日は買ってきました。この一つだけなんですけども、はい、今日はちょっと高柳あかねさんのね、バッジを買ってきました。このバッジっていうかね。ですけども、ちょっと開けたいと思います。はい。ね、面白かったですよ、本当に。はい、ね、リスナーさんとも、ね、一緒に今日は結構お話ししました。はい、一日ね、今日楽しかったです、本当に。はい、ね、今日リスナーさんに本当に偶然会って、はい、お話ししたんですよ、いろいろ。はい、ね、結構面白かったんでね、また会いたいですね、そのリスナーさんには。はい、こんな感じです。はい、チューリーは結構可愛かったですよ。うん、僕のね、その YouTube の宣伝をしたんですけども、そしたらですね、その高枝さんに OJ って言われましたね。ちょっと、何 OJ って言われて感じで、ちょっと、はい、今日はちょっと会話でしたけども、楽しかったんで、また SKE の握手会に行きたいと思いますね、一応。はい、そういうことです。まあ、次のシングルの。なので、また楽しみにしてます。はい、ということで、今日最後にですね、チョコの奴隷の握手会に行ってきた感想でした。以上、深夜おじゃないおちでした。ありがとうございました。